札幌中央区にある民間の図書館吹野塔子ども図書館。多くの子どもたちに本に親しんでもらおうと絵本児童書を中心に貸し出しを行っています。この図書館の中に子どもたちの第三の居場所が誕生しました。たくさんあるんだけど合わないの。あ、上あんの。あら、ずれてくるんだな。あ、緑ちゃん上がった。ここは学校や家庭以外で子どもが安心して過ごすことができる場所として作られた吹野塔子どもクラブ。子どもたちの第三の居場所を支援する日本財団が先月2日札幌市内に初めて設置しました。利用登録をすれば就学前の子どもたちから高校生まで誰でも無料で利用できます。地域の子どもたちがですね、まずは自由に利用できるそういう場所なんですね、はい、この場所では本を読むか、または自分で勉強するか、時には、まあ、このようにですね、一緒に遊ぶか、もちろん話し相手にもなるということももちろんなんですが、のんびり休むところもことも可能な時なんですね。ここではタイムテーブルやプログラムなどはありません。子どもたちは好きな時間に来て自由に過ごします。こんにちは。ふりちゃんが、はい、あれ勉強は詳しくやらないの。家でやってた。家でやってきたの。担当スタッフが常駐していて子どもたちのやりたいことに寄り添います。まとまって遊んでるなと思っていたら急にふっとやんで本読むとかなったりするので、それもなんか見ていて、そのいろんなお子さんたちの変化が見れてとても楽しいです。毎日来て楽しいから、おはじき飛ばすやつ。うん、マイチ君これ好きなの。っていうかよくやる。よくやる。開設からおよそ1ヶ月、子どもたちが抱える課題にも向き合い、新しい学びが生まれる場所を目指します。このクラブがそういう福祉試験の拠点としての機能をして、子どもにたくさんのなんかこう文化の刺激をですね、与えるというところでかなと思いますね、いろんな人との出会い場っていうことになれば、きっと子どもの社会性とかも大人になったらですね、結構は役に立つかなとは思っていて。吹野塔子どもクラブは毎週日曜日から水曜日まで開かれています。